宮崎市公式 LINE のメニュー画面にある宮崎市スマート申請をタップしてください。こちらが宮崎市スマート申請のホーム画面です。スマート申請をするには事前に名前などの情報を登録しておくととっても便利です。まずは右上の新規登録ボタンをタップしてください。下にスクロールして個人として登録するボタンをタップします。利用規約に同意して登録を開始します。まずはメールアドレスを登録してください。認証コードがメールで送られてきますので入力してください。認証できたらパスワードを設定します。次に氏名と住所を入力します。次に生年月日と性別を入力します。最後にお知らせメールを受け取りたい場合は希望するをタップして入力は終了です。入力内容を確認してください。問題なければ登録するボタンをタップします。これで事前登録は終了です。続いて実際にスマート申請を行います。マイページの右上にある三文線のアイコンをタップしてください。個人向けの手続きを見てみます。こちらにはスマート申請ができる手続きがカテゴリ別に掲載されています。今回はお試しオンライン申請を行います。こちらはスマート申請を初めて行う人のための練習ページです。スクロールして次へ進むをタップしてください。事前に登録した内容が自動的に入力されています。変更することも可能です。このページはテスト用のページとなっています。それぞれの申請内容に合わせて入力してください。入力内容を確認して申請するボタンをタップすれば申請完了です。申請が終わりましたらメールが届きますのでご確認ください。このように事前に氏名や住所を登録していただくことで次回からの申請がスムーズにできます。ぜひ登録してください。